日本千葉県市川市、中山中山は、千葉県市川市の地名。現行行政地名は、中山一丁目から中山指定目。郵便番号は272-0813。市川市北部に位置する。東は、若宮、船橋市東中山。西は、高石神。南は、船橋市本中山。北は、北方と接している。町域内は、 住宅地として利用されるほか、中山北ケ教授を中心とする寺町となっている。画家、東山海医が晩年まで居住した地で、東山海医記念館が、当地に置かれている。当地の北東の船橋市古作に、中山競馬場があり、競馬会催日には、競馬場に向かう中山北ケ教授の参道付近が、賑わう。一丁目に、私立中山小学校、私立、 第4中学校、4丁を目に、中山病院、中山北家ケ教授、4丁目に隣接して、京成本線京成中山駅がある。住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、中山2の2の 2, 2の地点で20万7千円、平方メートルとなっている。当地にある、中山北家ケ教授から、2017年9月30日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。AB、町長別人口。市川市。2017年11月6日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月7日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。 国土交通小地下工事都道府県地下調査小中学校の通学区域市川市2017年11月7日閲覧ありがとうございます。